閣議やってて、俺一皮むけたなって思うことはありますかあるとしたらどういうきっかけだったか教えてほしいです。うーんとね、ある、あるね。きっかけなんやろうないや、まあ小学生の時なんですよね、間違いなく。まあ小学生の時に、KF97、まあ小学校5年の時はね、覚えてなねんけど、くらいから、まあえっ、ー、と、ゲーセンでたまに対戦やりだして、で全く勝てない。 基本的には全く勝てなくて友達には勝てるけど、まあ、ゲーセンじゃ勝てないで98が出ても同じ俺98が出た時に「KF98、まあ」っていう、まあ、ゲームが出たんですけど、まあ、すごい人気作でであの勝てようもないんで俺あの朝一でゲーセン並んで朝の10時に並んでで一人用をやるために朝一で並ぶっていうのをやってたんですけどでも他にもやっぱり朝一で来る人がいてでそい,そいつに 俺が兼ねた瞬間に乱入されて、その100円か50円かな、が終わって家に帰るっていうのを毎週やってたんですけど、でもなんかその、なんやろうなまあそんなことずっと続けてたりとか、で、もうとにかく見てたね。画面をずっと、金はないから、もうとにかく対戦をずっとゲーセンで見てて、で、うん、なんやろうな なんかめちゃくちゃ考えてたね、やっぱり。その <laughs>、どうすれば勝てるのかっていうのを。で、できっかけって何やったんやろうなで結局、その K98 が終わる頃というか、その小学校6年の時には、もうそのゲーセンで俺一番強かったんですよ。そっから、そっからスタートで。だその時がまあ間違いなく俺一皮向けたなって思った時で、 ななんならそっからもうあんま変わってない正直そのゲームの腕前っていうのはそこでなんかこう全然勝てなかった時から勝てる対戦ゲームで勝てるってなってゲームセンターでそっからもうずっと基本的には勝ててるしプレイ的にもまあもちろん上がった技術はあるけどそんなに別に大きく変わったとは思わんからでもそれが何やったんやろうな もっと、もっと分かりやすいとかあったかな小学生で連呼できるようないお小遣いはね。そう、ない、でもないけど、その、俺が強くなったら、周りの友達が対戦のたびに俺にやらしてくるようになったから、それでめっちゃ伸びたんですよね、俺。うん。最初は自分のお金でや,やってて、 勝てててねななってなってんけどちょっと勝てるようになってくると、でやっぱ狩られるやん。すげえ弱肉強食やから、小学生ってすぐ中高大学生とかに乱入されて、暴行にされねんけど、そこでまあ俺が交代して対戦してたから、で CPU 戦はその友達がやるっていうのなってたから、まあそれでだいぶお金がなくてもプレイできるようになって、かなりまあ伸び,伸びたね、うん。まあプレイ時間はもちろん大事だね。もうほんまにプレイ時間、ほぼプレイ時間。 に依存するとは思うねんけどセーバーやってる時にそれは感じなかったかセーバーやってる時はそんなに自分の中で何かが変わったっていうのはなかったねうんいやもちろんその細かいことはいっぱいあんねんけど細かいこと言ったら何なんやろないやーこれ難しいな細かいことの積み重ねやからな <laughs> 言うて思うたら ひ、うん人を皮むけたなっていうのはなんだろうないやーちょこれ超難しいなまあ、用心棒でしたね、うん、本んにだ中学の時のは俺はもうあだ名師匠って言われてましたからねずっと、うん、それぐらい地元ではやっぱりかなり、うん、子供の時からブイブイ言わせてましたねうん プロになった時プロになった時もな、一皮むけたかな。いや、でもそれも結局今までのその、自分自身は別にあんま変わってないから、うん。周りの大人とかも情報はどよくしてないいや、全くしてないです。俺あの、小学、子供の時とかはもう、本当に子供の時小学校2年の時とかは、 周りの子と、周りの大人にちょっと可愛がられてたんですけど、小学校、その、中学、小学、ぐらいの時とかはもう一切周りの人と話さずに友達、小学校の友達とだけしかやってなかったから、うん、そう、だから、そうだね、よく画面なんか見て、うん、気づいた感じかなリスナーはこう、覚醒して突然強くなった時にエピソードを聞きたいなそれがその小学校6年の時なんですけど、 何やったんやろうな。何がそんなに変わったのかっていうのを今聞かれると、もう覚えてない。でも殺意ですよね、とにかく。うん。もうその、やっぱりその,そのゲーセンにいる人らに対する殺意がヤバくて、俺はもうだ。だから俺がその、俺は言うたらその、対戦したいっていうか、そのゲームを遊びたいだけなんですよ。もうとにかくキングオファイターズが遊びたいんですよね。で、ただもう遊べないんですよ。<laughs> 1一面の,そのキャラ選ぶ前に乱入されるから毎回、うん、しかもおお毎回同じような人、まあね、狙われてるんですよね基本的にその時はもう狩りが横行してるからだからもほんまにもう頭が多分ねどうやったらこいつに勝てるんかっていう勝、うん、ってこのゲーム遊べるんかっていうのになんかもう頭がほんまに多分フル回転してて今って多分そんなんが持てないと思うから 別に、普通に遊べるし、対戦でも選べるし、うーん、当時はもう、対戦で勝つ以外に、そのゲームを遊ぶ、なんか手段がなかったから、うーん、めちゃくちゃもう、ずーっとプレイを見て、うーん、やってたら、ま順番ですよね。まずこいつに勝つ。俺の中でも、その順番が決まってて、やっぱ分かるやん、大体。 そのゲーセンで、どいつがどれぐらい強いかっていうのを、でも順番に倒していくっていう感じでしたね。うん。でやっぱね、ダイモンだな、でも、本当に、なんか気付いたのは。そのダイモンっていうめっちゃ強いキャラクターがいて、98に。 そいつを、あんまりみんな使ってなかったよね、そのキャラを。どっちかとみんなその、結構人気あるキャラ。いおりとかやしろとかクリスとかがすごい人気で、きょとか、ベニマルとか、かっこよくて強いキャラがめちゃくちゃ人気があってみんな使ってて、対戦しててんけど、で、ダイモンをこう、あんまメインに使ってる人いなくて、で、俺がそのダイモンの強さに気づいたんですよね、90社のダイモンの強さに。で、それってみんな、その時使ってなかったけど、俺は使って、 出して要するにすごい強いキャラを最初に発見したそのゲーセンででそれでめちゃくちゃまあ元々その時その時点でも勝っててんけどそれでさらにそこう加速してまあ、要するに強いキャラを早く見つけて強い行動するっていうのがまあやっぱ重要なんだなっていう今思えば思うけどねうーんまあそんなんとかもあったけどねうーん でそのダイモンの強さに気づいた理由も、俺も使ってなかったんですよ、元々てか、もうダイモンなんか、見た目でまず使わんから、うん。ダサいしなと思ってたし。ただ、なんかその対戦してたら、なんか、投げキャラ使いみたいな人がいて、まあその人がその、今までも覚えてんいけど、クラークとバイスとダイモン使う人やねんけど、多分大学生ぐらいの人。結構大人の人で。で、まあ全然強くないよね、その人。俺からすると。全然強くなくて、まあ、楽勝やなと思って,てんけど、 なんか大門だけ、なんかこの人強いなって思ったんよね。うんそう。クラークとかみんな使うやん。バイスさんも結構使っ使う多かったんやけど、大門使う人あんまいなくて、なんか妙だなっていう、うん。違和感をそんなに感じてて、で、まあ自分でちょっと同じようなことをしてみたときに、あのこれは明らかに強いなっていう、うん、感じになって、そっから大門旋風が巻き起こるんですけど。 うん、でもそのゲーセンから出ると、本当に都会のゲーセンに行くと、まあその千鶴っていうまだ強い会がいるんですけど、そのキャラ使ってる人と会って、衝撃受けたりとか、そういうことがやっぱり結構あったね。うん、まあ、だからこの質問に関してちょっと、まあ、殺意ですね。うん、俺、かくれて人が向けた,思ったことありますかきっかけは、 えーとプレイしたかったゲームを1面で乱入されるせいでプレイできなかったから殺意思ってやってたらうまくなったうんまあ,これまあこれだなうんこれだわ回答はうん